はいどうも皆さんこんばんはということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですねもう10時45分よ、今今日中に上げられるかな、4日目の映像、もしかしたらちょっと夜過ぎちゃうかもしれないですけども、いや今日すごかったんですよ。まあちょっと映像見ていきましょう。いやこれご飯前にほんのちょっとだけ撮影させてもらったんですけど、めっちゃ可愛いよね。足ピクピクさせててさ、ほらもう後ろ足なんかちょんちょんってしててさ、まあ、これはもう癒しですよね。いや本当にね、最近本当ちょっとずつなんですけどなんかしっかりし始めたので、めちゃめちゃ可愛いですね。もうたった一匹しかいないからさ、可愛いのよ本当に。さあご飯いろいろありますね、もういろ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 ですね今日のご飯は。うん、かぼちゃ、ささみ、ブロッコリー、にんじん、ああいっちゃった。でちょっとメニューはテロップで出しておこうかな。うん、テロップで入れておきたいと思います、編集頑張れてたら。いやー今日はですねすごかったんですよ。生後4日目のこの子がですね、ほら見て、ちょっとずつなんですけど動き始めてるのがわかるでしょう。ほらちょっとずつなんですけど自分の寝床から脱走し始めてるんですよ。初めての家出ですねこの子にとって。めちゃめちゃ可愛いわ。本当に、いや早いですねハウンスターの成長は、本当に早いね。名前どうしようかなこの子。いや気づかれそうになったんでちょっとやべってなって帰ってきましたね。まあたまたまそういう風に見えてるだけだけどね。いやかわいいな、ほんとかわいいな。あくび出ちゃった。でこれ食後の映像なんですけど、いやだいぶねほんの少しずつですけどしっかりしてきて、まあね、うん、これからこれさでかい皿買ったんですよ、赤ちゃん生まれたらこれ使おうと思って。どうしようかね、もう7、8匹生まれてくると思ってたからさ。1匹で使ったら余るよスペース。あそうそう、これご飯前に、撮らせてもらってた映像の上からの映像なんですけど、いやーかわいいね。うん、ということで、まあちょっと本当にさ、やっぱり1日空くだけでかなり成長が見れるのが楽しいですね。はい、ということで本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画で、また明日の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。